対馬来てた。さまみ島から赤島まで300円。10時半さまみ島を出港しました。あっという間に赤島に到着。早かったな。赤島に上陸しました、降りたのはね私だけですね。なんかでも人の気配が割と少なめな気はする。こちらが赤島のターミナルですね。わーすごい、なんか歓迎されてていいですね。ここが乗船券売り場か。泊まり行きの便はもうすでにネット決済して QR コードもらってるので、購入不要だった。待合室めっちゃ広々してるな。200円と400円と600円のコインロッカーあった。ちょっと荷物預けていきましょうか。よし、これだいぶ身軽になった。上に上がれるっぽいですね。こちらは白の象、恋人のマリリンという、ね、メス犬がいて、そっちの方角を向いてるようですね。向こうがもうザマミ島。昨日見たザマミ島のマリリン像とも向かい合わせになってて、なんかすごい初々しいですね。平和の日採択記念碑がありました。確か赤島ってあの沖縄戦で実は米軍が一番最初に上陸した島なんでしたかね。確かやっぱり第二次世界大戦で米軍上陸第一歩の地だったようですね。ここいい感じのアートですね。ケラマジカがいるはずですね。ケラマジカに会えるかな。港にテニスコートみたいなのがある。どうしようかな。児童公園みたいなところがありました。これはケラマジカが侵入しないためのあれかな。ここから橋の上に登れるっぽい。階段の地点でも非常にいい眺め。橋の上めっちゃいい眺め。わー、ケラマブルーめっちゃいい眺めだ。でも今朝雨降ってたからね。これでもあんまり綺麗じゃない方なんですよね。この反対側もやばいな。眺めがなんか思ったより渡嘉敷島って近いんですね。よく見える。さすがケラマブルー、今日雨降ってたのにこんなに綺麗とはさすがだ。ちょっと自転車借りる前に集落の前に散策したいと思います。ここ曲がるとサンゴユンタク館があるみたいなんで行ってみよう。港から歩いて 2,3 分ぐらいでサンゴユンタク館に到着。ちょっとここで島の情報を集めていきましょう。なんと Wi-Fi 使えるんだって。海洋ゴミ見てると心が痛むな。なんと一人一枚無料だって。このカレンダー欲しい。うわ、悪魔の実見っけた。多分これアダンの実っていうのかな。確かなんかめっちゃまずいらしいな。港の近くにエネオスありました。漁協ありました。ちょっとザマミ島で食えなかったからここで食いたいな。じゃあ集落を回っていきましょう。グーグーという、食事処、ちょっとまだ開いてないな。やっぱり沖縄の集落って道が狭いですね。車1台通るのがやっと。ここが沖縄戦上陸の地か。後ろには舞浜が広がります。こんな綺麗な場所が沖縄戦開始の地となるとすごい感慨深い。マジでいい眺めだな。前浜なんと美しい海だ。すげえ、めっ
ちゃいいのな。今朝雨が降ってもこの美しさ。前浜はまた後で行きたいと思います。至る所に石岩島が見られますね。岡宿狩り見れるかな。珍しいな、門の中にショップがあるタイプ。すごい、なんかおしゃれなお店。この辺りはちらほらと民宿が立ち並んでおります。なんか宇滝がありました。 Google マップに載ってるなんて名前なんだここ。いやー、ほんとのどかでいい島だ。ここに診療所がありました。で、向かいには保健センターもあります。あ、ここに赤郵便局がありました。収集は毎日1回ですね。いやー、本当にのどかだ。ちょっと大きめの商店ありました。380円でピーナッツ黒糖を買いました。この大きな木、御殿の木というみたい。この御殿の木の麓にはベンチもあります。なんか涼しい。ここ御殿の木のすぐそばに廃所のようなところがありますね。赤小中学校やってきました。なかなか綺麗な校舎。こっちが幼稚園ですね。軽食パーラー響さん。レンタルショップショウ、ここで予約してた自転車借ります。4時間以上行けますか。はいはいはい。これ鍵はかけなくても大丈夫なやつでしたっけ。はい、あ、了解です。4時間以上1000円で借りました。鍵かけなくてもいいけど番号だけ間違いないようにとのこと。今日乗る予定だったクイーンザマミが入港しました。だいぶ時間に余裕ができた。めっちゃいい眺めのビーチが見えてきました。やばい、日が出てきてめっちゃ海が綺麗になってきた。赤ビーチにやってきました。マシャ浜ともいうのかな。めっちゃ海綺麗。いやー、よかった。島一周し始めてやっと日が出てきて海が綺麗になってきてる。ほんとサンゴがゴロゴロしてんな。これぞまさにケラマブルー。素晴らしい色だ。港からもすぐ近くてめっちゃいいとこです。すぐ奥にはゲルマ島がよく見えております。ビーチ出たらめっちゃ喉が、わあ、すげえ、アダンの実がいっぱいなってる。西浜にやってきました。うわあ、もう早速やばい光景が見えてきた。なんなんこのテラス、そしてなんなんこの海。いくらなんでも綺麗すぎじゃろこれ。すげえな、ほんと。いやー、ほんとケラマブルーがいい眺めだ。すごい、この海の色のコントラスト。ザマミ島、アムロ島、渡嘉敷島、いろんな島が見えて綺麗だ。この展望所、下の階もあるみたいだ。じゃあちょっと2階の方入ってみようか。うわ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 、うわー、めっちゃいい眺め。じゃあ下に降りちゃいましょう。1階部分からこんな絶景の砂浜を見ることができます。もうこんなビーチ見たらもう入らずにはいられんでしょう。うわ、気持ちいい。
じゃあ GoPro 着水します。海パン持ってくるの忘れた、失敗したわ。あんまりも奥まで行けんかった。火が出てきてなお綺麗に映ってる、すげえ。トイレにはシャワールームもあります。3分200円で使える。トイレに砂落とし用の蛇口もあります。ビーチのすぐ裏にお店もあります。お店のすぐ横、西浜展望台ですね。行ってみようか。なんか結構階段が続きそうですね。なかなか登るな。3分ほどで展望台のてっぺんに着きました。うおお、やばいやばいやばい、すげえすげえいい眺め。ケラマブルー最高。ちょっとあれ見たらもうマジで潜りたくなるよね、あの海の色。アムロ島、アゲナシク島、ガヒ島がよく見えます。ザマミ島や渡嘉敷島も一望できる最高の絶景です。そして海が綺麗。展望台の横のお店でなんか飲んでいこうかな。マンゴージュースうまそうだ。それでは今度は島の西側を攻めていきましょう。ケラマジカ発見した。ケラマジカ、ここに今ケラマジカがおった。ケラマジカどこ逃げた。ああやっぱりやっぱり海の色やばいな、ここほんと素晴らしい眺め。うわ、ここの色やば。浜にやってきました。晴れてきてめっちゃ絶景。港からすぐ近くにこんな絶景ビーチがあるなんてマジで最高っすね。今集落の端っこまで来ました。この先に天城展望台など山奥の方にね入っていきます。ちょっとその前に集落でちょっとここでなんか飲み物確保してた方が良さそうですね。でも自販機ないかもしれない、この先不安なので水を2本調達しておきました。なんで原付にせんかったんや。こっちは展望台、こっちは駐車スペースかな。天城展望台の駐車場到着。ここからもなかなかいい眺めですね。もう展望台別に行かんくていいかな。あそこいかにもケラマブルーって感じ。あの大きな島は久場島という無人島ですかね。駐車場から少し降りると展望台の入り口があります。160メートルほど歩きます。2分ほど歩いて展望台に到着しました。天城展望台、お、めっちゃいい眺め。目の前には赤大橋が見えて、ゲルマ島もよく見えます。その奥にある深地島が見えてますね。その他いろんな島が見えます。赤島から、ゲルマ島、深地島へは橋でつながってるんで、あとで行きたいと思います。言うまでもないですけども、海がめちゃめちゃ綺麗です。まだ半分も走ってないんですけど、だいぶ疲れてきた。うわめっちゃ楽、涼しい、気持ちいい。
しの道もなかなかきつい。結局押して歩かんとあかん。ここがもしかして日津市ビーチの入り口かな。日津市ビーチの入り口やってきました。看板とかないね。うわこれなかなか急や、帰りしんどそう。うわめっちゃいい眺めや。来てよかった。ここは日津市ビーチ、先ほどあの展望台からも見えたとこですね。やっぱり帰りのこの坂きつー。もうすでに体力の限界ですけど頑張って進みます。先ほどいた日津市ビーチがよく見えます。ずっと上り坂できついよ。なんかゲートがある、大丈夫かな、途中で閉められたりしないかな。もうこの辺りは砂利道でバイクも結構きついかもしれないですね。ちょっとこの延々と続く坂どうにかならんのか。よかった、平らになってきてちょっと走りやすくなった。何この道、多分ここ降りたらアグーの浜に行けるのかな。ちょっと結構高いところまで登ってきたんで、もう絶対行きません。あやった、左坂に入った、ラッキーラッキーラッキー。まもなく展望台入り口。何これ、ガードレール壊れてるやん、やばない。壊れたガードレール越したところです。こっちがあれか、展望台の江戸道か。ちょっとまっすぐ進んでみよう。こっから先下り坂ですね。なんかその前になんか変なもん見っけた。なんかロープみたいなのが先垂れ下がってるのが見えた。あこれや、うわなんかロープ垂れ下がってる、よく見たら。なんかこのブロック塀越したあたり、よく見たらこんなこの上なんかあんのかな。てかめっちゃ険しいぞこれ。おいおいおい、多分このロープ登ったら滝原展望台あるんかなと思ったんですけど、ちょっとなんか無理っぽい。もう諦めよう、先進もう。看板見えてきました。ここから滝原展望台への道ありましたね。300m か。ここ海抜 124m、 えらいとこ来たな。てかこうトイレや、ちょっと用足していこう。お、意外と水道出た。ここら辺はちゃんと水が引けないのか。大便器はボットン便所でした。じゃあ滝原展望台まで登っていきます。なかなか階段長くてきつい。思ったよりかはそんなに急な坂道ではないですね。結局まだ結構階段続くんか。6分かけて展望台やってきました。めっちゃきつい。うわあ、いい眺めだ。わ島が見える、アムロ島が見えます。誰がゲルマ島か。次行こう。あっちにも島見える、いい眺め。多分ここが島の最高峰じゃないですかね。もしかしてこの先行くとしたら、あこの山越えていかなあかんのかな。ちょっともう体力の限界来たっぽい。なんかあっこにこれ道が見える多分教えて、あっこ登っていかなあかんのかな。ちょっとそれやったらもうマジで無理、この展望台の階段登ってくるのもなかなかしんどい。展望台の入り口まで降りてきました。ここから先の串原展望台まで行こうと思ったんですが、あと 1.8km ですね。ただこの串原展望台の近くに串原ビーチというのがあって、そこもう言うたら海抜 0m 近くになるんですけどね。ここ今海抜 124m なんですよ。ってことは 120m ぐらい降りて、でその帰りまた上がってこないといけないってことですよね。ここ通るために、多分もう足つって動けなくなるか、多分熱中症でもう死ぬと思うんで、ちょっともう帰りたいと思います。水はまだね 1.5 本分残ってるんですけどね、もうちょっと足がねもう動かなくなりそうです。マジで原付に来ておけばよかった。やった、こんなところでケラマジか、遭遇や。あれ逃げへん、なんかこっちが怖くなってきた。あ
かわいい、かわいい、かうわマジかわいいな、かわいい。え、逃げへんの、襲ってこうへんかな、なんか逆に怖いわ。なんか邪魔しちゃったかな、ごめんね、帰るね。集落まで戻ってきて一安心です。あー、このやっぱり自販機見るとなんか命を救われた気がする。あ、前浜通るたんびに立ち寄ってしまうよ。意外とこの時間誰も泳いでない。じゃあ次はゲルマ島行こうか。やった、両橋空いてる、なんか食っていこう。漬け丼の二種盛りめちゃめちゃうまそう。うまくて生き返った。じゃあゲルマ島に向かいます。それでは赤大橋を渡っていきます。橋の上からの眺めマジで最高。朝とやっぱり全然違うな、綺麗さがえぐい。すごいな、この海の色のコントラスト。ゲルマ島に上陸しました。ここからですね、下に降りれるようなんでちょっと行ってみたいと思います。すげえ、なんかめっちゃアダンの木が、これとかでかいな、ほんなパイナップルぐらいの大きさある。降りた先はいい感じの海岸になってます。この下から見る赤大橋の眺めめっちゃいいですね。こうやって近くで見るとめっちゃ迫力ある。橋の下ら辺は結構ね、石がゴロゴロと転がっております。橋の反対側に先ほどの砂図が見えてきました。すげえ、先ほどの砂図のところめっちゃいい眺めや。うわー、いいな、あれすごい、なんか険しい岩がいくつも並んでる。あの陸続きになってるように見える島は砂城島っていう島ですかね。ちょっとなんか波も荒くなってきた。上に上がりますか。このゲルマ島入ってすぐのところに展望台の入り口があるんでちょっと行ってみましょう。こっから先は階段ですね。ちょっと頑張って登っていきたいと思います。ちょっと待って、これ結構きつそうだぞ。大丈夫かな、これ。ちょっと待って、どこまで続く、まさかあの頂上なんてことはないよな。階段登り切ったけど、こっから坂か、しんどい。やった、展望台見えてきた。ここはカータン展望台、10分ぐらい歩いた、マジできつい。うお、港が見える、いい眺め。とまではいかないかな、ちょっと草木生い茂ってるよ。クイーンザマミ来ました。もうちょっと上あるみたいなんで、そっちの方が景色いいかな、もしかしたら。なんかもうちょっと歩いたら向こう側の道に行けるみたいです。
向こうはなんかあれ坂になってるみたいなんで、原付がなんかで来れるかもしれないですね。こっちまで展望台の東屋よりかはちょっと上の方から撮った方が綺麗かもしれないです。はっきり言って労力に見合うほどの絶景とまではちょっと行かないかも。ちょうどこの東屋ね、収まるぐらいが一番いい景色かな。降りる途中からもなかなかいい眺めが見えます。なんかこの辺りの方が一番眺めいいかもしんない。うわすげえ、なんかめっちゃ毒のありそうなキノコ見っけた。もうこれぐらいの高さでも十分な眺めですね。これぐらい下の方がね、赤大橋がよく見えていいかもしんないです。やっと自転車の場所まで戻ってきた。しんどかった。少し進んだところから赤大橋がよく見える、めっちゃいい景色です。一区号にやってきました。うわすげえ、これここにマルレという特攻艇が隠されていたようですね。さすが沖縄戦開始の場所となった島、物々しいですね。もうすぐ奥がね行き止まりになってます。巨大な岩のあるところにやってきました。こちら万年累積の岩石というようです。すげえなんかね、地層がね明らかにこう変わってるのがねもう見て取れると思います。なんかすげえ不思議な感じ。少し坂を登ったところ、すごい絶景ですね。渡嘉敷島がめっちゃよう見える。なんだかいい感じの浜が見えてきましたね。あれがアザナムイの浜ですかね。ここからアザナムイの浜行けるかなと思ったら工事中でダメっぽいな。ヤギ、アザナムイの浜行く途中に可愛いヤギがいる。結局この先行き止まりかい。もう一匹ヤギがおった、可愛い。手は来た来た、怖い。この前じゃあ次は展望台に向かいます。こっから先は階段です。アザナムイ展望台やってきた。この東屋からなかなかいい眺めですね。渡嘉敷島とかが見えます。で反対側見たらですね、はい、ゲルマ橋が見えます。奥が一番奥の島の深地島ですね。次はあの深地島に行こう。でもなんか本当人少ないな、あんまり人に出くわさんかった今日は。ゲルマ島の、集落の入り口のところにやってきました。ここにあのイエ村民、収容地跡の記念碑があります。沖縄戦で捕虜となった伊江島の方々がこの島に、強制収容されたようですね。かなりなんかの苦しい思いをされたようです。過去の動画でも伊江島紹介してますけど、かなりねあの戦争の悲惨な目に遭ってますね。いや本当心が痛みます。すごい石垣の積み方がめっちゃ独特。この民家のところで曲がるんか。行き止まりかなと思ったらここ鹿よけの柵みたいなんで入っていいみたい。少し登ったところに小鳩の塔があります。小鳩の塔にやってきました。なんかあの集団自決した子供たちを供養するために作られたようですね。あーなんかすごい悲しい気分になってくるわ。あなんか子供の絵が彫られてある。ちょうどこの塔が向いてる方角に小中学校がありますね。展望もなかなか良い。ゲルマ公民館のどか。こちらはゲルマ小中学校。すごいなかなかレトロな建物ですね、ゲルマ小中学校。た
宝家住宅やってきましたけど、なんか定休日かよ今日。残念。ここはマジで入りたかったんですけどね、なんか米軍の機銃掃射の跡とかが柱に残ってるようなんですよね。戦争に無事耐えた家、入りたかった。せめて塀だけでも取っていきたいと思います。これ多分あれじゃないですか、なんか機銃掃射の跡とかじゃないですか。結構この塀に穴が開いてる、てかすごい数の穴が開いてる。戦争の凄まじさを物語ります。本格的なイタリアンのお店がありました。今日はやってないのか。すごいなこの木、南国に来たって感じがする。ゲルマ港までやってきました。なんかこう記念碑がありますね。かつてここはなんかエビスバルというか組合があったようですね。カツオ漁をされていたんですかね。ゲルマ港からゲルマ橋が見えております。こちらに見えるのはゲルマの浜ですね。すごい、なんかめっちゃのどかだ。なんかこの島観光客あんまり見ないけど、村の方もなんかあんまり見ないな。この濡れたコンクリートのとこ歩くのマジでやめましょう。滑って海に落ちそうになった、怖え。めちゃくちゃのどかな浜だ。じゃあ次はゲルマ橋渡って深地島に入りましょう。ではいよいよゲルマ橋を渡っていきます。この辺はなかなかちょっと岩がね荒々しい海となっておりますね。橋の中腹まで来たんですけど、海やばい、めっちゃ綺麗や。反対側もねすごい綺麗なんですよこれ。わあえぐいなこれ、すげえケラマブルーの最高潮や。やべえなこれ、えぐい。意外とここが一番綺麗だったりするかもしれないですね。マジ綺麗。この橋の上でもう1時間ぐらい過ごせちゃうかもしれない。あ、ちょっと次あっち行ってみようか、あの浜のところ。ではいよいよ最後の島、深地島に入っていきます。早速浜の方に降りれる道が出てきたんで降りていきましょう。こっから先は自転車もダメっぽいっすね。どこで行きます。この島なんかマジでアダンの実多いな。なんか見かけても何も感じなくなった。降りたところにですね、世界平和記念碑がありました。ここは米軍が上陸して初めてね、日本の領土に星条旗を掲げた場所のようですね。なんかこんな写真が残ってるようです。いや本当なんかこう戦争のね名残があって、すごいちょっと胸が苦しいですね。うわすごい桟橋出てきた。完全に崩れてますねこの桟橋、すごい。ここからゲルマ橋がよく見えて良い眺めです。このように浜が続いております。奥の方には深地の浜がありました。なんか突き出たところあるんで行ってみようと。深地の浜、なんだか心洗われるような穏やかな浜です。まあもう帰りたくねえな。すげえ蛇の死骸みたいな骨がむき出しや。結構ヘラマ空港まで結構登ります。坂がきつい。ケラマ空港やってきました。定期便は運行していないようです。ああ小さい空港、トイレあるかな。トイレ大きい方が漏れる寸前だったんでマジで助かった。お礼にジュースぐらい買っていきたいんだけど自販機ないっぽいな。横からこうやって滑走路を見ることができます。ケラマの文字が見えます。
定期便運行してほしいな。空港の向かい側に展望台あるんでちょっと登ってみましょう。深地展望台、なんか柵あるけどなんか元々なんか扉開いてますね。入っちゃおう。まあ、なんか階段続いてしんどいですね。まあ、最後の観光スポットなんでちょっと頑張ります。すげえ鳥の鳴き声めっちゃ聞こえる。あ、蝶も見える。割と整備されてて歩きやすいですね。最後に割と急そうな階段出てきた。これ登ったら展望台かな。5分ほど登って展望台に到着しました。うわぁ、いい眺め。なかなかいいぞこの眺め。上から空港を眺めることができます。滑走路結構長いんですね、こうやって見ると、ほんと360度幅広いビューで最高の眺めですねこれ。いや、いいなここ。真ん前には一番最初に行った渡嘉敷島がよく見えます。あのちょっと手前に見えるのが阿室島ですかね。ということはあの奥に見えるのが座間味島ですか。これが、ゲルマ島で、その奥に、あれですね、赤島が見えますね。多分このでかいのは多分これ久場島ですかね。無人島のようです。あっちが深地島の最南端ですかね。モカラク島っていう島が見えます。いや、やっぱりここまで来たからやりましたね。結構大変ですけどぜひ来てね、欲しい場所ですねここは。なかなか急な階段登ってきたな。それじゃあ深地島を出て港に戻りたいと思います。いやー、マジでいい眺めですね本当に。返却完了。この島やっぱりウミガメが有名なんですね。野菜の無人販売、安い。ベリーザマミが入港してきました。渡嘉敷島行った時と同じタイプの船だ。
た明日出発する船大東来てる、よかった。まだホームページ上では、入港のお知らせは来てませんでした。直に見れてよかった。ここで飯食っていこうか。ガーリックシュリンプ、やばい、めっちゃいい匂い。タコスピザ来た。タバスコとチリオイルもある。1480円分食いました。うまかった。ここからユイレールに乗って那覇空港方面に向かいます。三重橋から赤峰駅に向かいます。赤峰駅まで270円。明日朝一で那覇空港から飛行機乗るので、那覇空港に近い赤峰駅の近くで泊まります。今日泊まるのはグランドキャビンホテル那覇オロク。めっちゃ安かったから心配やったんやけど、結構大きなホテルです。お水とかコーヒー自由に飲んでいいって、すげえ。漫画がいっぱいある。 LINE の友達登録したら3250円の激安プランで3品茶までもらった。タオルは完備されてて、なんかルームウェアもまた別であるみたいだ。すげえ、枕もなんかいろいろある。マジでこれちょっと試してみよう。コインランドリーも完備だ。洗濯は400円、乾燥機は100円、トイレは共用、共用のシャワースペース7部屋もある。アメニティも揃ってます。館内着もね、用意されております。なんと無料だ。宿泊料激安なのにジュース2本もらえた、バリ太っ腹。沖縄本島離島編4日目が終了。本日は赤島を観光しました。明日は朝一の飛行機で粟国島に行きたいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。6時目が覚めました。チェックアウト完了して5日目スタート。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。